どうも、ウベタイです。はい、ということでですね、ウィナーズ、がですね、一旦解散をして、で、新たに、第2シーズン、新メンバーが決まり、今までのウィナーズのメンバーがいなくなりました。はい、まあ悲しいわけですけども、まあ、いなくなったね、メンバー、に、やっぱこう思い出を喋っていこうかなと思います。まずですね、じゃあたくやくんね、たくやくんに関しては、まあいろいろ動画では言ってるんですけども、実は大学の時から、一緒に試合をしてて、名古屋時代に試合をしてて、共通の沖縄の知り合いがおったりとかで、奥さんがすごいギャルで、だいぶフィーなんですけども、まあ数々の天然話を、なんか、たくやくん曰く自分はまあ天然じゃないし、天然って言われるのが嫌みたいですけども、数々の天然っぷりを、いろいろね、こう天然っぷりを出してきたわけですけども、まあ簡単にね、いろんなとこでなんかスリッパ事件だったりとか、まあ、一番僕はまあトータルで考えると、やっぱこのトイレ行くタイミングがいつもおかしいっていうのがやっぱ怖いですよね。いつでもトイレ行ってるんで、その行くタイミングはおかしいというよりも、ちょっと尿そんな出るっていうぐらい、さっきも言ってたのになんで今おらへんねやっていう、ちょっとまあそうですね、まあ一旦ウィナーズからこう抜けることにはなった、この間にですね、ちょっと忙しいとは思いますけども、一度泌尿器科に行ってみてください。はい、そして、泌尿器科終わったらね、またこう、一緒にウィナーズとして一緒に戦えたらなと思います。はい、たくやくんでした。次、ぎっしゃんかな。ぎっしゃんとのエピソードね、ぎっしゃんのエピソードとよりかは、まあおっちゃんの方が多いなっていうのはありますね。実はぎしくんと飲む数ぐらい、実はおっちゃん、ぎしくんのおっちゃんと飲んでましてね、この前もですね、牡蠣を北海道から100個送ってもらって、まあもうすごい数の牡蠣を、あんな数の牡蠣初めて見たんで、しっかり食べましたね。あんなに牡蠣食えるとは思ってなかったんで、1日で。はい、お母さんもすごく喜んでましたんで、次何か、お返しさせてください。儀式券にはすごくお世話になってますからね。で、最初に会ったのは何や、ジャパンオールスター最初のなんかオールスターの時にやっと一緒にタバコ吸えましたわみたいなとこから、もう服も買っていただいて、もう大阪に来て、大阪で親父が仕事ある時に、僕は人のお父さん勝手に親父って呼ぶタイプなんで、すいません。親父が大阪に、で、関西で仕事あるって言って、ちょっと飲むわって、梅町にも実は顔出してくれててですね、その時におもろなりすぎて、結構朝まで飲んで、で、次の日、一応仕事があったんですけども、僕、大遅刻して、マキにぶち入れられるというね、そういう思い出もありますけどもね。あと本当に悔しいのは、酒とば、僕が世の中で一番好きな、酒のあてがですね、実は儀式くんのおっちゃんが全員に、ウィナーズメンバー全員に酒とばを配ってたんです。それがもううますぎて、ちょうどいい塩分プラス、味はもうね、
もうほぼ毎依存するぐらいのあれがもうなくなってしまったっていうことがもう辛すぎて、あの酒とばもう一回食いたい。あの酒とばと牡蠣100個この説はそうも。ありがとうございました。はい、続きまして、はい、秋則さん。秋則さんに関してはね、もうね、あんなええ男はおらんですよ。はい、出だしは最初はあれか、うわ、そうや、もともと歩のカメラマンで入っててみたいな感じや。うわ、もう昔やな。で、そっからやな。実はむちゃくちゃロン毛やって、それもすごい、なんか髪の毛を伸ばしてそれ切ったやつをこうヘアドネーション、初めて知ったわ、秋のりでみたいなのしてますみたいな。で、実はもう秋のりに関しては、うん、これタバコ仲間でしてね、唯一の。ちょっとやっぱおらんくなったら悲しいですけども、その終わる最後のこう話ありますの、あの映像あるじゃないですか。あの時も実はその前から明けると二人で話する機会あったのに教えてくれへんという、なんというサプライズ魂を持ったやつなんですわ。あと一個あるわ、秋のりとの思い出話。東京かなんかで酒を飲んでてですね、結構飲んで、その日なんかなかったんかな、多分お互い結構飲んで、しかも朝までや、朝までぐわー飲んで、まだいけるっしょおめちゃんみたいな感じやったんやけど、で俺も全然あの酔っ払ってかったけど全然飲めて、なんか体調も良くてバリ飲めて、明らかにもうどんどん顔赤くなってきたし、もうずっと笑ってるし、これ、あ、めっちゃ飲めるやん。初めて一緒に、刺し、じゃねえか。初めてあんな一緒に飲んだんちゃうか、ぐらいやったんやけど。で、帰りやん。もうみんなべっぺろなって。帰り、ファーンつって。もう秋のおらへん。え？ってなって。もう外行ったら、あの、見たことないぐらいの量の下僕置いてたんで。あ、これちょっと、無理して頑張ってくれたんや、みたいな。ちょっと可愛いとこもあるんですよ。で、あの、秋のりに関してはもう、俺の彼女が一番好き。モテすぎです。はい、秋のり。あの昔の飲んだの思い出、あいつの背中はもう、すっごい思い出やな。丸なってたな、あれ。もう、猫が、ゲボコくときみたいに。こんなんしてゲボコ見てたからな。あれ、俺、実は後ろから見て、こう、介護をするでもなく見て、あ、かわいいな、思って、あの方を、記録に残してました。すいませんでした。あの時解放できずに。はい。純也ね、純也に関しては、実は昔、TikTok、俺が、やり始めた時ぐらいに、なんか、バリカ笑ってるやつ俺やんと思ってて、実は、会う前から、TikTok 流れてきて見てて、こいつ記憶すげえなと思って。で、なんかその、ウィナーズに、こう、ジュニアが入ることになって、で、ちゃう、そう、っていうか、TikTok で、その、こいつの真似したろうと思って、なんか、俺もゴシゴシしながら、なんか変なこと言うみたいな、やった時に、勝手に俺がメンションつけて、あの、パクりましたわ、みたいなのをやって、で、そっから、急にウィナーズで出会って、あ、え？俺顔知らんかったから、あん時のあいつこれなん顔ってなって、なんか初めて、いやな、あの顔知らんやつとか覆面の中身見た感じ、あのびっくりしたわ、あれあんなブサイクやったとは思えへんかったな。で聞いたらなんかコーヒーがどうのこうの、多分あいつコーヒーなんかコーヒー好きみたいなキャラでやってるよね、あれ俺多分好きじゃないと思うね。理由があるって、あいつコーヒーバリこぼす、ずっとこぼしてるから、コーヒーを、あいつコーヒー自分でコーヒーで作るよりも多分こぼす回数のが多いから、うん、多分コーヒーに一回謝った方がいいかもしれんな。コーヒー、ジュニアはコーヒー、
まあそんなこともありましたけども、ジュニアに関してはやっぱこう生配信ね、大阪まで来て、僕の10万人生配信に来てくれて、喋って、確かあの時大会もやっとって、大会もなんか一緒に参加してくれて、あいつほんまね優しいやつやね、優しいやつやねんけど、プライドがずっと邪魔しとるから、あのプライドがどん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 なくなってきてる様を見れてたんやけどな、いなくなりましたけどもね。あとあいつが、うん、自殺仕掛けた時にやっぱ電話した時は一番怖かったね、あれは。うん、すっごい量のアンチが来て、 DM も来て、もうあいつ多分ほんま苦しかったと思うんやけど、そたまたま俺ほんまたまたまねたまたま電話したら、カン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 って、じゃあ踏切のとこで、え、もしもし、え、死ぬやんと思って、まず一言目なんて言ったのかな、後ろに下がれみたいなことも言ったんちゃうかな、覚えてないけど、一応ジュニアのあの命の恩人でやらさせてもらってます。まあでもジュニアに関しては関西もよく来るし、多分結構会うでしょう。ミナーズにいなくなっても。だし今後やっぱどうなるか分かれへん、このミナーズのメンバーが。もうだって俺とマッキー急に抜けるかもしれへんし、リズムがおらんくなるかもしれへんし、もうどうなるか分かれへんし、ジュニアが入また入ってくるかもしれへんし。まあでも多分ジュニアはもうプライベートでもいっぱい会うので、全然もうね、あいつ多分気にしてるから、今気にしてるやろ、おいジュニア、お前気にしてるやろ、やばい落ちた、うわやばい、懸垂しよう、懸垂もお前もう10できるとこ9ぐらいしかできてないんじゃん、ちょっと落ち込んで、落ち込むな落ち込むな、はい、ジュニアでした。もっと多分いっぱい思い出あるんやけど、ちょっともう昔すぎて長いですよ、ウィナーズも。はい、マッスーですよ。マッスーはね、実は我々、ウンパとマキで、まあ遊びですよ。遊びでね、ウンパとマキで会社を作ったっていうことで、その会社の内容が、そのマキを構成させる、マキとタカを構成させるっていう会社を、まあコントみたいな感じで作ってるんですよ。で、社長がウンパさんで、僕が副社長さん。で、実はそのね、スパイという感じで、こっちが雇わさせてもらってるんですけども、マスを実はね、召喚してるんですよ。こんなんもうプライベートすぎる話なんで。で、マスが、陰で、マキと、タカが悪さしてないかっていうのを、こう、盗み聞きしてるっていう、こういうコントがあるんですけども、それの、だからスパイ役でマスなんですけどもね。はい。っていう感じで、マスに関してはね、そういうなんか、ちっちゃい遊びをいっぱいやってます。とか、ヒマラヤのかくれんぼ。で、実はマスと一緒にコラボしてですね、とか、あと、もう超プライベートで言ったら、マッスーと、二人で一緒にゲームしてます。こんな知らんかった情報を勝手に言いまくってごめんなさいね。おもろいね。で、うまいねん、マッスー。うまいし、アカウント名なんかバリおもろい。熟してるやんってなったもん。俺、最初。熟したんやって言ったで。実は、マッスーと、友達フレンドを申請したとき、はい、あとなんやろな、とかマッスーなんかいろいろやっぱこう達也さんのフリースタイルとかで出会ってからもやっぱあいやあのマッスーみたいなのがいっぱい話あったし、実はしかもプレイの面でもだいぶ活躍してる。俺アシストとかないもんな、多分俺ワンゴールのみやけど、マッスーだいぶ点も取ってるし、名古屋の時も取ってるやろ。で、アシストもしてるし、スマイラーズ戦か。めちゃくちゃ点取ってたよな。はい、全然、結果で負けてますん。僕、マッスーに結果で負けてます。何やってんねん。それかな、あと、危ない。あかんこと言いそうやった。車とか言いそうやった、危なかった。
はい、それそんな感じやね。あとあれや、マッスーに関しては、あの深い動画上げてたよ、マッスーの方の動画皆さん見てくださいね。ウィナーズのために自分がどうするかとか、じゃウィナーズのために自分を磨くのか、自分を磨いてウィナーズに入るのかみたいな深い話、ちょっと俺には全然分からへんかったんやけども、深かったですよ。ちょっと僕はアホすぎてなんですけども、でもマッスーの選んだ方で僕は合ってると思います。思います。ずっと滑ってる、終わった。はい、次ニーヤンね。ニーヤン、実の兄として接しております、翔平ニーヤン。翔平ニーヤンはね、もうえぐいな。鹿児島の時か、あれ鹿児島から入りやもんな。鹿児島から入りの慣れ初め忘れたな。兄貴すぎて、実の兄すぎて、翔平との思い出いっぱいあるな。まあ一個細かいことで言ったら、そのあのなんか抜かれてない、カメラで抜かれてる時も抜かれてない時も、なんかちょっとこう変な滑った発言を僕がした時に、一人だけ気づいてこっち見てんねん。あれ実はやらしい人間やと思うわ。多分このまああとはあれやね、エロいいよっていうのを印象操作をしてしまったことを深くお詫び申し上げます。いや反省はしてません。でもお詫びはしましたけど、反省はしてません。まだ思ってます、翔平くんの中はすごくエロいんやと思っております。梅谷です。あとずっと、あとそうや、スイッチのゲームとか実はなんかこうやってる、これやってんのとか、あれやってんのとか、変な話してたな、そういや翔平くんと。エロいで翔平くんは、おってもおらんくてもエロい、エロさ感じる、こっからでも。あと翔平くん、一個だけちょっとお願いだけ聞いてもらっていいですか。早くください、あれそろそろ。翔平くんが持ってるね、あるものを僕はずっと翔平くん、それちょうだい、ください、ください言うてるんですけど、惜しいところまで行くんですけど、くれないんですよ。皆さんこれ見たら DM で翔平くんに、梅谷が欲しいって言ってるから早くあげてくださいって DM してください。翔平くん、ほんまにください。で、やっぱ康二郎やな。康二郎はあれ何、どっち、あれ何、康二郎は補欠ホペイロキラーンで、翔平くんの顔して補欠ホペイロの、俺康二郎にはもう会われへんのか、会えるんか、わからんな。康二郎わからん、髪切れっていうことで、まあ、いなくなったメンバーもいますけども、まあ、ミラーズはミラーズでまあこう進んでいくわけですけども、今後ねやっぱこのまた新たに、トライアウトがあったりするかもしれないんで、そっちでまだね全員で集まれれば、もう義士もマッスーももう全員集まってまた一緒にサッカーできることを本当に願っております。てか普通にプライベートでみんな遊ぼうやな、頼むわ、LINE してきて。ありがとうございました。